ボンジョルノ、あっちゃんです。今日はね、ちょっと待ってね、11月1日10時10分です。はい、月曜から朝寝坊です。はい、まあこれが YouTuber です。はい、あっちゃん昨日予告通りね、今週はゆっくり過ごすよって言ってたでしょ。予定をほぼほぼ入れずにね、ゆるーっと過ごそうかなと思っててね。で、今週はね、一応ね、今日やねん、この動画がある今日やねんけど、11月2日は、火曜日ね、は、レンタルオフ会の予定やってんけども、ちょっとね、数人やっぱり翌日が祝日になるでしょ。だから祝日やったらなーって言ってくれる人が何人かおってね、だからそんなんもあってちょっとね、集まらなかったね。でやっぱり予定してた日から一日ずらすっていうのもなかなか難しくってね、まあそうしたら数人いてたんやけど、ごめんなさいって感じで、やっていくんで、どうしようかな。それをごめんなさいっていう感じでね、やっていくんじゃない、やらんと、そのね、急に日程変えてもどうかなと。まあ、レンタル主さんもね、日程開けてくれてたんでね、翌日もあれなんでね、ちょっといただきます。あっちゃんのオフ会じゃなく、レンタルさんのオフ会なんで、勝手な予定変更もできへんしね。だから、今回は、2日はなしっていうことで、で、その分あっちゃんに休ませてもらうと。それとあちゃん祝日やし、3日はねゆっくり休ませてもらうとね、まあ、祝日でも出るときは出るよ、するときはするけどもね、今月ちょっとね10月ね、頑張りすぎたからゆっくり今週しようかなと思ってんのよ。で来週今のところ入ってなかったっけな、ちょっと待って、もうほんまにね予定あったの中にカレンダーに入れてあるんで、来週はね、そうだ、来週ね、頭にね、ちょっと、来週の頭、ちょっと頑張り企画が入ってるんで、企画というかね、ちょっと頑張ることするんで、まあ、それはそれで、来週週、ね、頭に。で、来週ね、子供のバースデーもあるしね、だからそんなんもあるしね、ゆるーんと、それ終わったらゆるーんと過ごそうかなとは思ってんねんけどもね、けどでよかったんかいな。そう。で、今月まで後ろの方でちょっと予定が入ってんねんけど、って感じで、真ん中の注文というか、今月ほとんど緩んやね。まあちょっと入れてもいいよ。まだいいよ。ちょっとぐらいレンタル入れられるから、また相談していただければ。で、レンタルだけじゃなくね、他に、なんか言ってもらえれば、構成作家さん、なんかね、台本送っていただければ、取れる日程もあるんで。まあ構成作家さんのね、日程じゃないわ。シナリオ届いてからちょっとこっちでね、いろいろこう読み直して、で、すぐに企画できるかどうかわからへんから、まあ、ね、台本送ってもらってから、予定組んでいくんで、まあね、今年来年にかけてそれはやっていこうと思ってね、まあ、すぐに声かけてくれてるんで、本当にね、まあ台本、本当に、ある程度のシチュエーションから、きっちりした台本まで、できる限りあっちゃんを対応させてもらおうとは思ってるんで、であっちゃんもねちょっと今考えてる企画があってね、それも一緒にやっていこうかなと思ってるけどね、今あったかな、電車企画とかやりたいんやけどね、ただねマスクの問題がね、もうだいぶ奈良はねあんまりないんやけどね、例えば公共交通機関は言われるかもわからへんで、そこのとこどうにかねちょっと対策していかなあかんからやねんけどね、ちょっと待ってね、今ねあったかな、ちょっと待ってね、
こやったっけな、ちょっと待って、ね、こんなしながら痛い痛い痛い、指が痛い、指ね、逆向けができてさ、逆向けが痛くて、あれ、あのね、すごい見にくいの近鉄のホームページね。近鉄で何を考えとんねって、ちょっと近鉄で考えることがあってね。あれ、あ、切符情報あった、あ、切符案内、これか、これ使ってもいいか。あのね、今これいつまでや。あのね、10月4日から12月29日までお得な切符ってね、ワンデーお出かけ切符っていうのがあるのよ。近鉄もね。これ1日乗り放題で、あっちゃんちはこれかな。なら、大阪なら京都版1日1000円乗り放題。で、愛知三重版1日1500円。で、これどこどこからだ。三重版は名張か。お、いいやん。ってことはさ、あっちゃんちは、あ、これ大阪版。どこだ、3本か。あの、あっちゃんちは灰原から飲んだけど、灰原から、大阪なら京都、乗り放題で1000円。で、三本松から向こうやから、名張ちゃうかな、多分。赤目口や。赤目口名張からやから、うちからね、名張までね、灰原から室伏町の三本松、赤目、名張やからね、4駅やと思うね。で、名張まで4駅やから、そんな数百円やねん。で、行って、で、名張で一回降りて、名張から、東切符を買って名古屋方面1日乗り放題1500円、逆、1000円、だからハイバーだから買ったもあと1000円だけ、駐車料金と1000円だけ、それで、電車旅できるのね。これがね、1年中発売じゃないね。だからね、ちょっと悩んでんだけどね、1日1000円乗り放題切符で、これ2つ行って2500円でしょ。それとね、もう一つお得な切符があってね、近鉄全線3日間フリー切符っていうのがあってね、3000円で3日間乗り放題やね。それはもう西も東も関係なし、どこ行ってもいいね。連続した3日間やね、これ確か。青春切符みたいなんじゃなく、3日間連続で乗り降り自由の近鉄グループ切符っていうのがあってね、これ使って3日ね、毎日ね、旅に出てもいいし、どっか途中で泊まってもいいねんけど、まあ今はそれできへんねんけど、ね、これ使って3日、ある意味ね、本当に朝一出て、ノーパソ持ってね、ノーパソとカメラとかだけ、荷物だけ背負って、で、どっか行って、で、現地からその日の動画を上げて、で、また2泊目して、3日帰ってくれたら、めちゃくちゃお得で面白い旅できるよね。近鉄全線制覇できると思うね、3日切符。普段はね、ないねん。これもね、期間限定でね、10月8日から来年3月31日までの連続した3日やねんね。もし今日使ったら今日、あさってで終わりって感じ。だから今日使って帰ってきて編集して、あさってまた行くっていう2日プランで使ったら1500円やねんね、1日。それもお得やねんけどもね。だから1500円でしょ。だからじゃあ、片道1000円、1500円、2500円、500円高いねんけど、でも、西と東に行って1500円プラス名張往復考えると、これ買った方がお得かな。名張多分250円で往復できへんと思うね。
そんな感じでね、近鉄をねうまく使うとね、近鉄でこのお得切符を使って、ちょうどあっちゃん住むところってお得なんよ。灰原っていうのはほんまに灰原から西は一発できるし、東行っても隣の駅、名張から向こうやからね。だからねこういうプラン作りやすいんやけどね。だから昔やっちゃん、昔マクドのね西版東版を1日で食べ比べができたんよね。灰原で買って名張行って、西と東、どん兵衛もそうやね、名張行くと西と東が食べられるのね。なんかそういうね面白い土地に住んでるんで、それ活かすこともできるしね。まあ、この3日連続使ったらみんなできるけどもね。で普段はね3日連続祝日やね、間に祝日入れた3日の券っていうのがあるのよ。近鉄週末フリーパス、これはもういつも売ってんねんけど、土日を含む3日、だから金土日か、土日月かで、全線乗り放題。これ4200円や。ごめん、値段上がってた。4200円で、土日を挟む、3日間。だから、金、土、日か、土日、月っていう切符があってね。それ使ってね、近鉄をうろちょろしたいなっていうのもあったりするんだけどね。で、特急も乗れんねん。特急は特急券交換乗れんのよ。だからね、やろうと思ったらね、うちから朝一難波行って、で難波から島風で伊勢島行って、伊勢島じゃあ賢島行って、で賢島から伊勢島ライナーで名古屋行って、で名古屋で泊まってもいいしね。で名古屋から火の鳥乗って大阪難波にまた戻って、で大阪難波から大阪難波から火の鳥で名古屋行ったい、これ名古屋から賢島に島風で行ったいのか、時間合うかな、無理かな。まあ名古屋で泊まって2日目それ行ってもいいね。で3日目は京都行って、で京都から橿原神宮行って、で吉野まで行って、ブルーシンフォニーで阿倍野まで行ってみたいな。で阿倍野から、桜ライナーで橿原神宮帰ってきてみたいな。そんな感じでね、近鉄全線特急ツアーな、まあ特急券別で買わんなんから、プラス結構数千、1万円ぐらいかかるのかな。まあそんなもかかるけど、でもね3日旅でねそんなこともできるしね、なかなか面白いよ電車旅。あとね路線バスの旅とかもやりたいしね、そういうねちょっと旅動画を撮りたいね。でそれもほんまはね、カメラさん入れてテレビみたいに撮るっていうのも面白いと思うし、逆にあっちゃんが持ちカメラで、手持ちカメラで一人旅するのも面白いしね。まあ、そんなんもね、いろんなパターン考えてることは思ってるんだけど、ね、旅動画はあっちゃんやりたいね、前から。これをね、今月ね、どっかやりたいな。旅動画とか、ほんま商店街動画とか、そのあたりがね、ほんまあっちゃんね、楽しみでね。言ってばっかりでできへんねんけどね、バタバタしてね。ちょっと今月ね、ゆるっと過ごすんで、そんなことしようかなとも思ってんねんけどもね。ちょっと気候的にもね、ほんのり涼しい、寒いけど、歩いてうろちょろするには一番いい気候かなと思うしね。楽しみたいと思います。はい、で、ちょっとね、中週ね、体を動かすことするから、2、3日ね、筋肉痛で動けんくなると思うねん。だから、そのあたりはもう開けときたいなと思ってね。何をするかは楽しみです。今言わへん。まあ、そんな感じでね、11月はいろいろと活動的にやりたいなと思うあっちゃんでした。ということで、今日この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。